バスケートークラジオ、はい、第255回目バスケートークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と藤本です。あー藤本さん、はい、3連投4連投かもしれません。4連投かもしれませんか。あの試合の直前にあのキリ君と一緒に撮ったのもあるんで。あ、そうか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 、4連投だね、すごいね、ヘビーローテーション。現在は2018年3月10日土曜日1時36分、はい、おはようございます。おはようございます今日は珍しく藤本なんでね、いつもこう B リーグの話をよくしてくれるんですけれども、はい、今日はちょっとキャラクター趣向を変えまして、ちょっと藤本のラフな話なんか聞いてみたいなってところでございます。ちょっと便利グッズ言っていいですか。いいじゃない、そういうのよ。そういうのあるの、持ってるの。はい、自由に言ってみましょうよ。今日は自由に便利グッズというか、うん、あったらいいな、欲しいなっていうものを見つけてしまったんですよ、うん、おお。これね、バスケットやってる皆さんもこれを聞いたら欲しくなるかもしれないです。ちょっとなんだよ、私がこれを話し終えた時には。マジかよ。ほんでフジモンが言うからなんか余計に説得力あるわ。それもうちょっと俺欲しいもんなんだい。まずはですね、何かというと目覚まし時計なんですけどね。ほう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 、うん、どんな目覚まし時計かっていうと、うん、まあ一言で言うと光で目が覚めるという仕組みになってる目覚まし時計なんですよ。ちょっと想像つかへん。要はアラームの代わりに、うん、まあ、光がパッとこう、まあ、電気がつくってみたいなイメージですよね。要はただ、うん、そのタイマーの時間になったら、うん、ただ明かりがつくっていうぐらいだったら別に普通にもう2000円3000円4000円ぐらいで、うん、まあそんな目覚ましはまあ当然あるんで。そうよ、しかも朝なんかちょっと明るいからね、電気がついたぐらいじゃ僕目覚めないよ、はい、そうですね、うん、で例えば、うん、あの夜じゃ太陽の朝が、うん、朝太陽の光がこう入ってきて目が覚めるにしようと思ったら、うん、カーテン閉められないじゃないですか。そうやね。だから逆に今度近所の家が明かりついてたりとか、うん、そういうのが気になって眠れない人はやっぱカーテン閉めなきゃいけなくなりますよね。そりゃそうです。うん、でもそうすると朝光が入ってこないじゃないですか。うん、そうやね。だからまあその辺の条件がうまく揃ってればまあ問題ないのかもしれないんですけど、うん、うん、で朝、うん、その太陽の光を浴びるっていうのがすごくこう目覚めにいいらしいんですよね。らしいね。うん、うん、ただその光の強さとして、うん、いわゆる2500ルクスって、うんうん、まあその説明には書いてあったんですけど、最低でも、うん、うん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 、まあ、そのぐらいの光は必要らしくて。ルクスっていうの、ルーメンとかじゃなくて。わからないんですけど、カタカナでルクスとか書いてあったので。うん、明るさの単位だね、多分。うん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 。で、まあ、その私が欲しい商品そのものっていうのは、うん、まあ、その光の強さはもっと強くもできて、うん、なんか2万ルクスぐらいまでできるとかできないとかっていう。相当明るくなるわけだ。うんうん、うん、だからまあカーテン閉めて決まった時間になったらその光を浴びて目が覚めるようにできてるんですけどね。はあ、それはごめんなさい、電気なんですか。まあ電気なんですけど、うん、ただちゃんとその私が欲しい商品は、うん、ちゃんとその、まあ、太陽の光と同じってわけはないんですけど、うん、それと同じだけの効果を得られるだけの光がちゃんと出るようになってるものなんですよね。なるほど。うん、で、うん、そのただやっぱり人間の体って、うん、そう簡単にはいかなくて、うん、結局それだとまだ本当の意味で体もこう全部が目が覚めるとか、うん、その体調がいい感じで目覚めるっていうふうにはなかなかいかないらしいんですよ。そうなの。そんなにだから本当に太陽の光、その目覚ましの光で、うん、本当に太陽の光を浴びるのと同じような形でしっかりと目覚めるようになるまでには実は時間がかかるらしいんです。ほう、体がそれに慣れてくるまで。なるほど。で何ヶ月か経って2ヶ月3ヶ月ぐらい経って、うん、完全に慣れた時っていうのが、うん、もう本当にマックス、う
もう本当にこの光でちゃんと目が覚めて、うん、しかも気持ちよく目覚められるっていう風になるらしいんですよ。むちゃくちゃ魅力的。今それ欲しいよ、今もうすでに。だから、うん、それ実は高いんですけど、うんうん、高い代わりに3ヶ月の返金保証付きらしいんです。すごいなそれ。3ヶ月間使って返してもいいの、はい、もし合わんかったら。まあそういうことなんでしょうね。その商品が、うん、インティって読むのかな、これ INTI で数字の4でインティ4って読むんだと思うんですけど、 INTI、はい、うん、でその後数字の4でインティ4って読むんだと思うんですけど、うん、はい、へー、これネットで検索すると出てくるんですよ、うん、で私がそれを知ったきっかけは、うん、まあ、ある方がこれを使ってるけどすごくいいですっていうツイートを見たからなんですけども、うん、なるほど、なんと、うん、誰のツイッターかというと、おう、誰、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの柏木選手です。おお、そうなんだ。柏木さんこれ使って、これ使ってんねん、朝目覚めてるみたいですよ。へえー、今ね、インティ4検索しました。読み方もインティ4で合ってるようです。はい。なんか、電気だね、この、なんとも言えない。これなんていうの？で、最初のうちは、やっぱり光だけで目覚めないかもしれないので、うん、ちゃんとアラームもちゃんと使えるようにはなってるらしいんですよ。うん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 、ただそのうちアラームを使わなくても良くなってくるから、うん、そのうち使わなくなるだろうってことなんですけども、なるほど、最初のうちは光だけだと眩しいだけでつい止めちゃうとか、うん、多分起きる自信がなくて怖いとか、うん、多分そういうこともあろうかとっていうことでちゃんとアラームもついてるそうなんですけどね。へー、2万ルクスって書いてるな。うん、で顔の横に置いとくんだ、この電気を。そうです。で朝パーッとつくんでしょうね。徐々につくんやろか、どんなんなんやろ、ね、ちょっと動画でなんかがそれ見れるようになってましたけどね、そのページから、ちょっとした様子が。でもそれだけだとちょっと分かりにくかったかなっていうのが正直なところなんですけど、なるほど、これは自律神経にいいんだよね。あ、そうですね、だから体調を整えるというか、うん、多分そういう部分に作用するんだと思うんですけど、なるほど。これ欲しいな。これいくらするんだい？ちょっと高かったです。目覚ましにしては。そうなんだ。乗ってますよ、それ。ずっと下の方にこう。もうすっごい下の方に。そうです。通信で買わせるものって結構すごいそこ長いじゃないですか。うん。あ、26,676円？はい。はぁ、まあ。買えないことはないですけどね。買えないことはないね。そしてもう保証か、返金保証やって、1000円だけ手数料取られるようです。うん、で25,676円返してくれるそうです。はい、もう欲しいなこれ。これ欲しいですよね。欲しいなこれ。でしょ。もうこれいいわ、フジモンナイス。これですよね。これ聞いて何人の方がインティ4を検索するかちょっと数えないな。そうね。ちょっとこれぜひ買う方はバスケトークラジオっていうので知りましたって会社に言ってほしいね。いやこれいいわ、確かに。ですよね。なるほど。前々から便利グッズとかなんかでこう私喋りたかったんですけど、なかなかないなーっていう中で、ふとこれを見かけてこれだと思いまして、いやーこれはいい、持っといたんです。これはいい、非常にいい。はい、これでも買わなあかんよね、聞いたからには。そうですね。モチベーションアップとか書いてますよ。ほう、二度寝卒業とか、うん、記憶力集中力アップ効果、体内時計の正常化効果、
自律神経を刺激しない効果。私なんかどうしても不規則なんで、まあ、不規則というよりもずれてるだけですけどね、だからやっぱりこういうのですっきり目覚めたいなっていうのはわかるありまして、すごいね、これはいいね。これ多分アップした 2,3 時間後ぐらいには、キリ君から、俺も見たわみたいなのが来そうですよね。そうやね。はい。いやー、これは良かったな。なるほど。ありがとうございます。これはいい。はい、それでは次行きましょうか。いいですか？はい。もっちゃんさんから、ずーっと前にちょっとコメントをいただいてまして、はい。まあ、一つはね、バストラ T シャツ届きました。ありがとうございます。っていうことが書かれてたりしてたり。はい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 。もっちゃんさんのね、ご子息さんがブレイカーズにいらっしゃるそうですよ。で、斉藤コーチお招きしてお話ししたことなんかもね、触れられてよかったですみたいなことをコメントでいただいてますが、もっちゃんさんお元気でしょうか。最近はね、ジュニアのクラブチームの話なんかもちょっと遠ざかっているのですが、私もクラブチームをやっているので、また何か情報あったらいただけたらなと思います。で、このもっちゃんさん流れで、コメントをいただいている方、ちょっと最近紹介できてないんですけど、実はね、ちょこちょこね、フジモンさんもご存知だと思うんですけど、コメントいただいてるんですよね。はい。で、どんなコメントだったっけな、ちょっとね検索してもなかなか難しく出てこないんですよね。まあ、40歳過ぎた方でしたよね、確か藤本さん。そんな気がしますねえ。で、バスケットをまだどうやったら伸びますか、はい、みたいなことが書かれてたんですけれども、藤本さんどう、今自分のバスケットって伸びそう、40歳超えられてますけれども、はい、伸びそうですか。どういう努力されてるんですか。ですね、はい、要するに、はい、私たちの世代の時ってあんまりボールハンドリングって、はい、そんなに、そうね、練習方法としてもそんなに発達してなかったからね。そうなんですよ。だから、うん、そういった面に関してはもう本当はやるべきだったんでしょうけど、それにしても、うん、まあ、ただそういうのあんまりやれてなかったので、本当に意識しないとできなかったことが、うん、逆にそれをなんかちょくちょく練習することによってしらっとできてるような時があります。おお、なるほどなるほど。だからスピードとか普通の動きは当然衰えてるんですけども、ただハンドリング的なことなんかは、練習すれば、以前してなかったことを練習することによって、以前やらなかったできなかったことができるようになったなんていうのはありますよね、うん、なるほどね。はい。僕はねそういう努力はちょっとしてなかったな。ちょっと娘のねバスケットやったり、あとその先ほど申しましたようにクラブチームやったりするんで、一生懸命いろんなところを勉強したり、それこそ斉藤コーチから聞いたり、まあ、本間コーチから聞いたり、いろんなね、知り合いならしてもらったコーチからいろんな練習見させてもらったり聞いたりしながら取り組んでるわけですけれども、やっぱそれを見るにつけ全然僕らの時代にはなかったなっていう練習方法ですよね。そういうことに取り組んでるとやっぱりこの年でも伸びますか。まあ伸びるかどうかっていう全体的に見たら伸びるわけないんですけどね。でも伸びるんじゃないですか。そういう全く触れたことのない練習じゃないですか。やっぱり伸びるんじゃない。まあできなかったことができるようになるってことは、部分的にはあると思いますよね。なるほど。僕なんかはやっぱりもう筋トレですね。ああ。
全然してないですよ今、全然してないですけれども、やっぱりちょっとやろうと思うと、まず上手くなるとか以前に、悲しいことですけれども、うん、痛くなる、うん、うん、足腰、膝、足首、うん、がもう適面痛くなるんですよ、運動不足で。あ、そこは避けられないですよね。うん、はい、ところがですね、これ聞いてくださいよ、筋トレをした後、はい、多少の練習しても全く痛くならないんですよ。あ、なんやろ、人体とか腱とかがやっぱりこう負荷を筋肉で分散して痛くないんですかね。なんかね、全然その痛くはないです。そうするとやっぱ体も動かします、有酸素運動ができるので筋肉もまた締まります。なんかいいスパイラルに入って、体も適度に疲れてね、寝ないといけない時間に寝れるし、うん、いいんじゃないかなと思う。まず痛かったらね、もうちょっと練習することがまずできないので、体を締めることだってできないし、痛くないこと、筋トレすることで体が痛くないことっていうのはちょっといろんなメリットあるんじゃないかなと思ったり、個人的にはそう思ったりしてましてね。この年齢で必要なのは、一番必要なのは筋トレじゃないかななんて僕は思いながら練習、たまにしたりしますよ。そうですよね、それは一理ありますよね。まあね、40超えるとね、総筋量もだんだん落ちてくるんでね、やっぱり負荷の高い練習は厳しいと思います。なので筋トレやりましょう。あと、もしかしたらですけど、フリースローは上手くなれるかもしれないですね。おお、その辺ちょっと聞かせよう。何、フリースロー上手くなるって。いや、要はフリースローとか、引退してこう、もう一回こう見つめ直すことによって、フリースローだぐらいだったら体力関係ないじゃないですか。なるほど、そういう意味では、もしかしたら上手くなれるかもしれないですね。フリースローは上手くなるかもしれないね。確かに確かに。あと、上手くなるとこってなんやろな。ボールハンドリングでしょ、フリースローでしょ、体力使わない系やんな。あとはその、動き回れないからこそ、楽して上手くやろうっていうところだけは、もしかしたら、まあでも根本的に体力ないから上手いっていうんじゃないんでしょうけど、でもやっぱりスクリーンの使い方をもっともっと工夫したりとかね、スクリーナーへなり方とかさ、あとうまく言えないですけど、その現役の時よりも、例えば練習量は少ないかもしれないけど、その時にやってた環境よりも、上手い人ばかりがいる環境の中に身を置いたら上手くなる部分はあるかもしれませんよね。確かに確かに、はい、引っ張られてね。はい、そうだね、逆に下手な人ばっかりのところに行ったらどんどん下手になっちゃうかもしれないね。そうですね、まあね、それはどの世代でもそうですよね。上手な上手な人がいる環境に身を置くっていうのはちょっと大事なことかもしれないですね。なるほど。あとはね、はい、いつも兵庫県でバスケットオークラジオやってるんですけど、兵庫県にはね、市立尼崎高校っていうね、名門高校があるんですよ。はい。そこのね、サンダーバーズさんっていう、リスナーネームの方がいらっしゃって、はい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 、このサンダーバーズさん、いつもね、何かご自身で、サンダーバーズ、まあ要するに、市立尼崎高校バスケットボール部のことを書くときに、はい、ハッシュタグつけてくれるんですよ、バスケットオークラジオって。おう、いつかお返ししたいなと思ってて、今日がその日でございます。はい、サンダーバーズさんはね、市立尼崎高校にどうやら深く関わっておられるようで、何されてる方かちょっと分かんないんですけど、ね、最近もツイートされてたんですけど、はい、市立尼崎高校の卒業生の進路なんかを、ほう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 、ちょっと教えてくれたりしてまして、誰がどこっていうわけじゃないんですが、まあ、はい、進路として市立尼崎高校を考えておられる中学、まあ、3年生はねもう決まってると思うんで、中学2年生
一山行こうかなみたいに思ってはる方、ぜひ聞いていただきたいんですけれども、すごい結構ねいい大学出てますよ。ザラザラとダッシュで行きますよ。はい、大阪教育大学、島根大学、大和大学、大阪体育大学、それから日体大、関西大学、関西学院大学、和歌山大学、同志社大学、立命館大学、京都産業大学、龍谷大学、江南大学、大阪経済大学、神戸学院大学、近畿大学、天理大学、阪南大学、それから関西外語大学、流通科学大学、大阪工業大学、美学整形スポーツ大学、大阪学院大学、愛の大学、大阪電気通信大学、倉敷芸術科学大学、森の宮医療大学、摂南大学、アメリカに挑戦してる方なんかもいらっしゃるようです。なんかね幅広く進路持っておられるようでね。大阪経済大もあるんですね。ありますね。うん、ですんで、まあ今年3年生卒業された方もこの中のどこかに行かれているでしょうっていうことです。でその他ね専門学校なんかもあったり就職される方もいるようなんですけど、まあ、就職先もねいいんですよね。兵庫県警、大阪府警、尼崎消防局から日本郵政、新日鉄、住金、久保田とかね、結構、一流どころ行ってますよ。うん、そんなんでね市立尼崎高校結構魅力ありますよっていうことと、はい、あと私事なんですけど何度も出ております、センターサークルっていうクラブチームあるんですが、育英高校を拠点にねやらせてもらってるんですけれども、センターサークルに入った子どもたちはもちろん女子もいるんですけれども、皆さん育英高校に必ず行きますというわけではありません。もちろん私母校でございますので、育英高校に行きたいっていう子がいたらぜひぜひお願いしますっていうことで野波先生のお話 したいなとは思うんですけれども、その他にもね自由に進路を決めていただけます。はい、その中でねぜひセンターサークルっていうクラブチームがありますよっていうご挨拶を年度末それから年度始めのあたりにご挨拶を兼ねてね皆さん行きたいなと思ってるんです。で、サンダーバーズさんもねもしこの配信を聞いてくださっていれば、来いよとお声掛けしていただければすぐに行きますので、ぜひぜひちょっとコンタクトを取らせていただけないでしょうかというお話でございます。もちろんこの他にも、育英高校は野波先生、それから神戸科学技術は吉本先生、もちろん聞いておられると思います。報徳学園は田中先生から、こちらも聞いてくださってるそうです。村の工業は藤井先生、ぜひねちょっとお邪魔させてください。3月それから4月あたりでねちょっと時間あるんで、できればね金曜日の夕方なんかいかがでしょうかなんて言ってみちゃったりして、この場を借りて営業させていただいております。男子の話になっちゃったんですけど、市立尼崎のサンダーバーズさんなんかね特に聞いててほしいんです。女子が結構ねうちクラブチームで結構男子が集まりがちなんですよね。女子がちょっと少なめなんてことがあるんですけど、うちの場合は女子の方が多いんですよ。でましてや市立尼崎なんて女子すごく強いんで、ぜひうちの選手1日クリニックなんかしていただけたら嬉しいななんて思っているんですが、いかがでしょうかサンダーバーズさん、ぜひぜひ、反応してみてください、返信してみてくださいということを、ちょっとこの場を借りてお話しさせていただきました。はいはい、すいません。それからね、市立尼崎の話がたくさん出たので、ここらで私と市立尼崎の関わりなんかをちょっと話してみたいと思います。思い出と言いますかね。私が現役高校3年生の時にですね、兵庫県大会で、ベスト4からは決勝リーグになるんですけれども、決勝リーグの最後の最後、2勝2勝が上がってきまして、最後の最後事実上の決勝になったわけですけれども、相手は市立尼崎高校でした。
サンダーバーズさんはご存知かもしれません。私と同い年の選手は川崎選手、現在は奈良高校、まあ旧奈良文化、奈良文化短期大学附属高校でしょうか、奈良高校、今名門ですよね。必ずインターハイ出てきたりウィンター出てきたりしますけれども、奈良高校の、ヘッドコーチされています川崎先生は私と同い年でですね、まあマッチアップもしたことあるんですよね。そんな先生と同い年でした。それからその年のキャプテン川崎選手はね、確か6番つけてたと思います。で4番つけてた選手がね、ミクリ選手というかちょっと変わったお名前なんですけど、数字の3に、繰り出す、体操の層ですよね。ミクリ選手という選手が確か4番つけておられてキャプテンだったと思うんですけど、彼も同い年でした。大接戦でですね、当時は前半後半だったんですけど、後半残り4秒で、育英キャプテンだった平選手っていうのはね、うちにいまして、彼がスリーを沈めてなんとか追いつき同点延長と、はい、で延長8対6でなんとかうちが勝たせていただいたんですけれどもね。名勝負ですね。名勝負でした。本当に忘れられないね、素晴らしいゲームだったと思います。で今も川崎先生はインターハイなんかで全国大会でね、僕なんか観戦行くと、川崎先生とお会いしたりして、僕こうダッシュで走っていてですね、川崎先生お久しぶりですなんて言いながら、わー岸君久しぶりなんか言ってもらったりしながらね、昔話に花を咲かせたりするわけなんですけれどもね。そう、当時からね、市立尼崎高校さんのユニフォームはなんかあのテイストの感じでしたよ。真っ赤の、真っ赤と黄色のこのユニフォームでしたね。すごいいいチームでした。今もね、毎年ね、やっぱりいい選手育てますよね、市立尼崎高校。そして必ずチームに1人2人はこう鋭いドライブを持ってる子とか、ボールハンドリング極めて高い子が出てきますね、ここは。僕結構大好きなチームですよ。女子の印象もが強いけど、男子も結構強いですよね。そうなんですよ、男子も本当名門なんですよ。女子はね本当に強いですよね今も。女子なんか本当ね、一回ちょっとお邪魔させていただきたいんですよ、サンダーバーズさん。サンダーバーズさん、ぜひお願いしますよ。寝てる人起こしてるみたいな呼びかけ方です。本当にね、現在2時3分ですからね。とんでもない時間に収録してございますが。サンダーバーズさんというところでございます。さてさて、こんなもんですかね、藤本さん。こんなでよいいんでしょうか。そうですね、ちょっと豆知識2つ、あ、2つある、出して出して。あ、2つというか1つかな、まあ、バスケネタの知識なんですけど、お隣の韓国ですね、はい、まあ、日本よりも、まあ、プロのリーグの伝統はあるわけですけども、まあ当然韓国も韓国でワールドカップなりオリンピックとか狙ってるわけで、まあいろんな施策をね、まあこう講じてるわけですけども、今回えっていうことが起きてまして、何かというとですね、まあ日本もこの前の代表戦でこう外国人の使い選手の使い方、また高校生 その留学生の、ね、使い方が良くないとか、まあいろんな話題が出てきてるわけですけども、韓国は今どういう施策にプロの中でちょっと変わったことが起きてまして、外国人枠というか制限についてですね、なんと、まあ、外国人選手2人使えることにはなってるんですけども、1人は2メートル以下、そんな制限を設けたの。1人はもう1人は
なんともう一人186センチ以下。うん。ってことは一言で言うと2メートル以上の外国人選手は、うん、使えないということですね。そういうことになるね。ビッグマンの外国人はもう取らないよと。はい。それは KBL で。はい。ということは日本に流入してくるね。まあそういう可能性もありますよね。ありますね。それと、はい、韓国のネイティブコリアンのビッグマン育成につながりますね。そうなんです。うん、逆に日本よりもなんか、うん、そのトップリーグにおいては、2メートル以上の選手が、うん、おそらく日本よりは多いんでしょうね。なるほど。うん、大きい人多いんかな、もしかして。大陸つながってるしな。そうです。でこれが一つ面白いのが、うん、あの今年までは、うん、その2メートル以下ともう一人は193センチ以下じゃなきゃいけないってなってたのが、うん、その193が186以下に下がったということなんですね。つまり、うん、あのもうでかい人はいるから、うん、もっとスピードに慣れたバスケットをしたいと。なるほど。要はバーンズ選手よりもっとちっちゃい選手とか、まあ、うん、要はガードで外国人選手を使うことによって、うん、ガードの選手がやっぱり世界のそういうレベルに対応できるようにしたいとか。なるほど、そっちか。ほん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 。もしれないですね。まあ、うん、どこまで公言されてるのかちょっと私もわからないんですが。いやでもそれ大いに当たってそうな予想だな。面白いじゃないかそれ。ねえ。じゃあ韓国のセンターの方がじゃあ外国に対応できるだけの力がじゃ あるのかどうかってところは疑問なので、結局その施策を講じたところで、うん、韓国だって別にアジアで1位じゃないし、うん、日本よりは上かもしれないですけど、実際に、ね、他の大陸の国にはなかなか勝てないわけですから、この辺どうなんだろうっていうことと、一方前にちょっとお話させていただきましたけど、うん、中国に関しては、うん、あの代表選手を赤と青かなんか2つに分けて競わせて、聞いてたそれ。藤本ヘッドコーチも2人それぞれにいて、で強かった方とか良かった方をそのままその青なら青、赤なら赤のチームをそのまま代表として出す、うん、なるほど、っていう、まあ、国独特のこう強化の仕方っていうのがこう、もうほんまガチで行く2プラトンですよね。そうですね、うん、まあそんな風な強化をしてたりとか、あとフィリピンなんかは、うん、あのこのワールドカップ予選の最中も普通にお休みなしにリーグ戦やってるらしいんですよ。だから逆に試合に普段出てるベテラン選手とかは、うん、この前の日本戦の時はあまり出れなくて、だから若い選手を主に使って、うん、その選手が逆にここぞとばかり活躍したなんていう部分もあったそうなんですけどね。いやいろんな強化育成あるね。そうですね。強化だよね。育成世代じゃないもんな A 代表。もう逆に女子の方は育成がうまくいってると思うべきなのかどうなのかってことですよね。いやいや、ちょっとさ話はそれるんだけどいいかな、話変えて。はいはいはい、いやいや、実はね、そのセンターサークルで、お預かりしてる親御さんとお話しする機会がありまして。はい。で、その、やっぱ防災ハンドの、女子のね、防災ハンドのショット、ワンハンドのショットって今ちょっと、ね、日本国内だけの話ではあるんですが、結構、はい、こう、過渡期だと思います。で、うん、まあ、これから日本協会が通告出しているように、その、アンダー12カテゴリー、要するにミニバスから、ボースハンドはもうやめましょうね、というような勧告が出たりして、たりしてですね。はい。そんな中、日本代表、女子日本代表、でも、ボースハンドで、しっかりシュートサクサク決めてくる選手もいるわけですよ。うん。で、なおかつですよ、その、偏りなく見ると、そういう選手、まあね、ボースハンドは日本だけだみたいな、揶揄されながらの日本がですよ。はい。アジアチャンプだったりするわけで。そうですね。ね。
そのバスケって僕は正解がないスポーツだと思ってるんですけれども、このボースハンドについてもね、やっぱりこう本当にワンハンド化していて、こうあと10年20年経ってもこれはいいのか、いやーこれはね、どうなんでしょうね、今トレンドなだけなのか、本当にこう、欧米ではもちろんボースハンドはないって言われるんで、どうやって教えたらいいですかって聞かれたら、いやもうないんだよ、そういうのはないから、そりゃ子供の頃は力がないからボースハンドで打ってても、ゆくゆくはみんなワンハンドに変えていくって決まってるから、ボースハンドをそのまま練り込んで練習するなんてことはまずないんだよっていう回答なんですよね。じゃあ本屋さんとか行っても、ツーハンドショットの打ち方っていうのは本屋さんに探しても書いてある本は売ってないんですかね、もうないでしょう、そんなもう、やっぱりボースハンドではあるんですけれども、ゆくゆくはワンハンドになるというつもりでみんな練習してるらしいんで、ボースハンドの練習をしましょうなんて本はまず間違いなくないと思いますよ。ところがですね、はい、今その話をしてて思い出したんですけど、はいはいはい、実はずっとワンハンドでやってきたのに、ええ、プロ、いわゆるプロというかね、トップリーグに来てから、はい、ボースハンドに変えた選手がいるんですよ、日本代表選手で。そうですか、その話ぜひ聞かせて。これね、実は私の大好きな選手なんですけど、まあ、これはどうでもいいんですけど、あの富士通レッドウェーブにいる山本千夏選手、今日めちゃくちゃタイムリーやね、それ。そうなの、はい、そうです。いや今ね、ちょっと藤本さん待って、はい、今なぜタイムリーかっていうと、その親御さんと話してたのは、はい、実は僕ね、そのストーリーは全然知らずに、はい、山本千夏選手僕知ってたんで、はい、ボースハンドでもすごいクイックネス持ってるし、打点も高いし、はい、あの選手はボースハンドのデメリットを超えてきた人だなっていう風な話題を今日したんですよ、はい、まさにその親御さんと。で、その親御さんは小学校4年生の時にワンハンドで打たせてたんですよね、ショットを作ってきてた。そして中学に上がったんですけど、中学校のコーチが、いやもう女子はボースハンドだよって言って、またせっかく作ったワンハンドをボースハンドに変えられてしまったと。まあ、正直面白くないところもあったんですけれども、やっぱ子供もその先生の言うことを聞いてボースハンドで一生懸命やってるんで、そこは何も言わずちょっとね、コーチの言う通りにして、今はボースハンドに戻っちゃいましたと。あ、で、はい、僕も、はい、まあ、考えさせられることありますけど、まあ、元なんですかね、日本代表の山本千夏選手、はい、なんかはボースハンドで、それでもやっぱりそのワンハンドに負けないぐらいのクイックネスなショットやし、で高い打点で打てるし、確率も持ってると。いやー、ものは考えようですよと。今からボースハンドの時代がね、さっきも言いましたようにアジアチャンプでありますから、そういうことを考えると、これから20年先にね、 WNBA でもう軒並みボースハンドが流行ったりしてね、なんてわははみたいなね、ことをちょうど山田千夏選手のことを話してたんですよ。そこで藤本さんがそれを引っ張り出してきたから、はい、もうとても驚きましたよ。いや確かね、確かというか東京成徳にいた時は、そんなにスリーポイントもそんなに打つわけでもなく、ミドルとかは多分たくさんワンハンドで打てたんだと思うんですよ、で、まあ、結構背も高いプレイヤーなので、富士通に行ってからスリーポイントシューターになったと思うんですけど、その際に多分ボースハンドに変えて、っていう風になったんじゃないかなと思うんですよね。で、今思い出しましたけど、はい、瀬崎里奈選手じゃなかったわ、山本千夏選手やわ、はい、渡嘉敷来夢選手と優勝争って準優勝してたの。そうです、そうです、そうですわ。僕ちょっと勘違いしてたわ。そうですね、だから、それやったら聖徳と大岡がずっと当たってましたからね。そうやな、僕いっぱい今日その件でネット検索してたりしてたんで、ちょっとごちゃ混ぜになっちゃってましたわ。もしもし。あ、はい、
も、ああ、まあ、かなり5年ぐらい前の話ですからね、5年じゃないな、もっと前か、もう少し前なのかな、そうかそうか、やっぱいるんだ、ワンハンドからフォースハンドに戻した人、はい、そうですね、しかもその成功例ですからね、そうですね、オリンピックも予選まではスタメンでしたから、すごいよな、やっぱ偏りなく見ないとダメね、本当に何が正しいか分かんないよ、まだまだ、そうですね、そんな女子はアジア1位でもうフィバワールドカップ本戦の出場を決めてますからね、そうやんな、でその組み合わせなんですけど、本戦の予選っていう感じなのかな、まあ、本戦の組み合わせなんですけど、そのブロックに、同じブロックに入ってるのが、プエルトリコと、ベルギー、そしてスペイン、このスペインはランキング2位なんで強いんですよ、間違いなく、なるほど、ベルギーは確か初めて出るとかなんとかって、でプエルトリコはいい勝負になるんじゃないかっていうところでしょうかね、なるほど、そこは、1回負けてもいいの、ちょっとルール忘れましたけど、多分2位ぐらいは、1位じゃなくても上にはいけると思うんですけどね、そうなんだ、いやーこれは盛り上がるよ絶対、フジモン、そうですね、これ絶対盛り上がると思う、地上波でやりましょう、やってよフジモンの腕でなんとか、腕で、いや岸さんの人脈で、大人の力でないよ全然私子供ですからもういやなんとかフジモンの力でこう地上波でやりましょうよ、やりたいですね、ねえ、そうか、それ楽しみや、それいつからなんやろ、それはもう本戦やから2020年、そうですよね、もう決めてんねんもんね、すごいよな、まあ文句なしのアジア1位ですからね、そうやな、素晴らしい、本当に素晴らしい、いやー楽しみだな、そうですね、ね、いやーこんなもんですかね今日は、そうですね、あとそういえば私もう一つだけ話すの忘れてた、引退の話があって、いいよ、中川和幸選手ですね、お言ってたね、はい、渡ってたね、まあね、ちょっと怪我が続いて、アメリカ行ってたんでしょ、大学の時に向こうに挑戦したりもして、卒業した後に ABA とかに行ってたみたいですよね、行ってたよね、はい、その話じゃなくて、はい、つい昨日とか一昨日帰ってきたよね、ああそれはそうですよね、そうやんな、引退した後に向こう行ってきたみたいですよね、そう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 、フリーブランドとか、そう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 、はい、あの直行選手が、はい、お兄ちゃんかな、そうですね、考えるバスケットの会会長されてるじゃないですか、あそうですよね、でこの前 YouTube でね、はい、ちょっとそのなんていうかな、シミュレーション版みたいな、お試し版みたいなのを Facebook でよく配信されてるじゃないですか、はい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 、はい、あちょっと見てたんですよ、はい、あれなんか見たことあるぞこの景色と思って、ええ、よく見たら会場育英高校でやってましたね、育英に来たんじゃないですか、育英に来てましたね、まだカズ選手は選手としてやってる頃だから、多分お兄さんだけ来たってことですよね、そう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 、それ私も見ましたね、見た、はい、実はねこれ布波先生からも連絡があって、はい、あのちょっとビデオの撮影すると、はい、で岸さんちょっとあの体貸してくれとあのちょっと相手役で出てもらえたらどうですかみたいな、ほんで 4,5 人集めてもらえませんかみたいなオファーがあったりしたことあったんですけどね、はい、その時は僕都合悪くて行けなかったんですけど、直行選手ね、ぜひ話してみたかったんですけど、でバスケットオークラジオの話もしてくれて、はい、向こうもねちょっと興味持ってくれてたらしくて、へー、まあ、この場を借りてちょっとぜひ宣伝しておきましょうか、
っていうかですね、うん、私買っちゃったんですけど。そうなんだ。はい、素晴らしい、ね、それ買ったんだ。はい、へえ、いっぱいリリースされてるでしょ DVD。 その中のそのピックアンドロール編って今まさに、今まさにやってるやつやん。いやだから本当に3日ぐらい前に届いたばっかりで、まだ私見れてないんですけどね。あ、そうなんだ。うん、いやこれ絶対必要だと思って。おう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 。しかもその宣伝のとこのこうページを見てたら、ぬなみ先生も、うん、なんかその商品の紹介じゃないですけど、うん、そんな感じでコメントを、そうなんだ。ちゃんと育英の武器がちゃんと上に掲げられてるところをバックに、ぬなみ先生が立っていて、うん、写真が出てて、その下に、なんかいろいろコメントが、非常に勉強になるとかなんとかってことがなんかコメントされてましたけれども。ああ、そうなんだ。はい。すごいな。見てたんや。そうか、そうか。良さげだね。いいな。いや、何分、彼らが現役の時のプレーを生ですごい私見まくってたんで。あの兄弟が専修大学にいた時って本当すごかったんですよ。そうなんや。はい、うーん、自分のチームでもないのに見ててすごくこう興奮して、もうなんか見に行きたくて見に行きたくて仕方がなくなっちゃうぐらい楽しかったんですよ、見てて。そうなんや。はい、もうどうしたらこんなことできるんだろうみたいなのばっかり出てくるし。いや、ほんですごいね、僕はそのカズさんの方は知らないんですけど、はい、直之さんの方はすごくバスケットもなんか説明が上手。そう、説明が分かりやすいですよね。めっちゃ分かりやすい。だからちょっとプレビューみたいなの見るだけでもむちゃくちゃ分かりやすいし、むちゃくちゃ丁寧やなと思って。そうなんですよ。いや、そ、あ、結構値打ちあると思うわ。うん、そうかそうか、手に入れましたか。手に入れました。素晴らしい。はい、うん、その手に入れたってところもうまくこうアピールしていただいてですね、うん、なゆうちさんの方に、バストラのメンバーがちゃんと購入してますよって。いや本当に。フェイスブックの友達なんでしょう、もちろん。あれどうだったか、そこを忘れちゃったんですけど、だってフェイスブックで考えるバスケットの会っていうのはもう公開されてるから。あ、それには入ってます。入ってるでしょ、はい、それには入ってます、はい、僕もそこは入ってる。だから案内もいつも来るし。そうですね。そうなんやね。あとは中川和選手のメルマガは見てるという。あ、じゃあご兄弟揃ってああいうこうネット関係への配信って結構意欲的にされてるんですね。そうなんですよね。で今その和幸選手も引退したので、大幅一緒にやってるのかもしれないですよね。いやー、直行選手喋るのも上手やしね、うん、文章もめちゃくちゃうまい、すごい上手に書いてはるもん。そうですよね。なあ、メルマガみたいなの届いてパッて読んでももう引き込まれる。めっちゃ面白い。いろんなエピソード書いてあったりして、この前なんかね、ちょうどあれでしたよ、はい、なんかミニバスカテゴリーの子供が非常に厳しく怒られると、萎縮しちゃってるっていう子供にクリニックをしましたっていうようなことを書かれてて、はい、なんかすっごい面白いなと思って、共感するなと思いながら読んだんですけど、ぜひね、これ聞いてる皆さんも考えるバスケットの会っていうのを Facebook 上で検索してもらったらパチッと出てくると思います。直行さんが、中川直行さんがやってるやつなんですけれども、これね、私が一番このギャップにやられちゃった部分があって、何かっていうと、その彼らのプレイスタイルを目の前でかなり見てるだけに、どっちかっていうと、なんていうんだろう、こうセンスでやってるような感覚っていうのはすごく感じたんですよ。なあ、そうやったんや。だから、逆に人に教えるときってどんな感じなのかなと思ったときに、すごく理論的かつ分かりやすいもんだから、あ、実は、その能力が高いとか、センスがいいとかっていう以上に、ものすごく考えて努力をされてきた方たちなんだなっ
ていうのをすごく感じ取っちゃって、ね、だからこそますます欲しくなっちゃったと。なるほどね、はい、フジモンさんが言ってる意味俺めちゃくちゃわかる。それね、そのまたプレビューの話になりますけど、 Facebook でプレビューやってる時にワンオンワンのディフェンスやってたんですよ。はい、なんちゃないワンオンワンのディフェンスなんですけど、相手がジャブを踏む時に、はい、そのどこを見てるかっていう話をちょっとされてました。はい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 、その時に膝の角度、それから肩の入り方、力の具合みたいなのを観察して、ここぐらいまでヘッジしとけば大丈夫とか、でこっから引いた時に引くだろうなっていう予測をもとに詰めるっていうところを細かくやってたり、その詰める方向だとか足出す方向だとかっていうのを細かくやられてる時に、やっぱここまで考えてやってんだなっていうのはやっぱり思いましたね僕も。いやあれ私も見ましたけど、見た、あれかなりびっくりしました、ね、えでこの位置の時はもう一気に押すぐらいいっちゃっていいとか、そうそうそう、 なんかかなり細かく指示させてたじゃないですか。めちゃくちゃ細かいよね。はい、あの力の入り方とか膝の角度とか言ってたじゃないですか。はい、あそこをやっぱり瞬間的に判断して、しかも今でもギャンギャンに動きますねあの人、うん、もちろんですけど、あの反応の速さたるやないよね。いやだから要するにあれを一回聞いただけだったらいずれ忘れちゃうと思うんですよ、うん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 、ですけど、うん、ちゃんとあれを DVD で得て何回も見れるんだったら、うん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 、絶対これは価値あるなと思って。確かに確かに、はい、いやーいいもん手に入れましたね。はい、うん、楽しみです。で今回はそのピックアンドロール編を僕に、はい、ということです、ね、そうです、うんうん、なるほど。これは多分自分がバスケやる上でも参考になると思ったんですよ。確かに確かに、ついでに言うと、うんうんうん、うん、いやーいいですね。まあこれ聞いてるリスナーさんもね、ぜひちょっと手に入れてみてはいかがでしょうか。売上に貢献してしまいましたね。いやーいいんじゃないですか。でも本当にまあいいものはいいということですね、うん、そういうことですよ、うん、まあこれ聞いてくださってたらいいんですけどね、直行さんも、ね、カズさんも、うん、まあこういう媒体もね、ちょっと僕らがね全く同じ畑じゃないところも面白いじゃないですか。そうですね、うん、お互いに何か相乗効果があったらいいなーなんて、素敵だなーなんて思ったりするんですけど、いかがでしょうか。いやもうそういうの絶対いっぱいやった方がいいですね。ね、うんうんうん、一回本当にこうちょっとなんかアクションかけてみようかな。でも個人レッスン受ければいいじゃないですか。ほんまやね。なんかネットを介してとかなんか書いてたけど、あ、なんだっけな、なんかそのメールで質問とかもなんか、うん、なんとかサポート、メールでのなんか質問サポート付きで、うん、なんとらかんたらっていうのもあったと思うんですよね。それがでも教材買った場合かな。だからでも個人レッスンも確か受けれるはずで、うんうんうん、なんかのメルマガでもなんか個人レッスンでしたなんていうのが確かあったし、うん、あとはどっかの何人かのそのでやってるチームの方に、うん、あの出向いて、うん、普通のシニアとかのクラブチームがなんかに出向いて、うん、なんかそういうコーチをしたっていう話もありました。うん、でだから個別で予約が何年先なのか何ヶ月先なのか分かりませんけど、うんうん、多分そういうのもできるはずなんですよ。なるほど。いやーでも本当に面白い活動されてるし、ちょっとこの世界のパイオニアだよね。うん、仕事のあり方みたいな創出してるよね。そうですね、うん、新しいし面白いと思います。うん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 、まあなんせねちょっとねかすりそうな接点はあるので、またちょっと神戸寄られた時なんかはぜひちょっと会ってインタビューしてみたいななんて思います。楽しみですねそれ。 ね、うん、まあこんな考えるバスケットの会を宣伝しながらのエンディングとなりますが、藤本さんよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。楽しかった。もう54分も喋ってしもたわ。あらら。
22時30分ジャストでございます。もう寝るぞ、寝ないと明日仕事できないぞ。皆さんも255回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と藤本でした。 See you next time. バイバイ。バイバイ。おやすみなさい。おやすみなさい。